ルカデラロッピア、カントリア・フィレンツェ、サンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂、カントリアのディテール、カントリアのディテール・ルカデラロッピアは、フィレンツェ出身のイタリアの彫刻家。テラコッタのマルザラで知られる。ルカ以降、デッダ・ロビピア家は、土器芸術家の名門となり、老いのアンドレア・デッダ・ロッピア、その子ジョバンニ・デラ・ロッピアを輩出した。ルカデラ・ロッピアとも表記される。 ルカが若い頃どこで修行したのか、また初期の作品は元より、後年のほとんどの作品もいつ作られたのか、その正確な日付はわかっていない。確かなのはフィレンツェで生まれたということくらいである。ルカのことが最初に記録に現れるのは、サンタマリアデルフィオーレ大聖堂のために作ったカントリアを作ったことで、1432年の時点で、 彫刻家のギルドに参加して長かったということだ。カントリアは、紙篇第150番の、神を讃えように節をつけて、歌い踊る、子供たちを、生き生きと、10枚の板に分けて描いたものである。続く20年、ルカは、大理石像を呼び、ブロンズ像の仕事をこなした。サンタマリアデルフヨーレ大聖堂主郎の大理石の、連作レリーフ。 現在のサンタマリア・インペレトラ協会にある大理石と、放浪在庫されたテラコッタのタベルナクル、カントリアに付属するブロンズの天使像などである。ミケロッツォ・ディヴルトロメオと共に制作した、サンタマリア・デルフ・ヨーレ大聖堂制物室の巨大な扉は描かれている人物も少なければ、構図もシンプルで、ロレンツォ・ギベルティの作ったフィレンツェの 三序盤二洗霊堂の扉の複雑な絵画的効果及び秩序だった構成と全く対照的である。ルカの最初の再色され、釉薬を塗られたテラコッタがいつ作られたかは不明だが、ルカがその材料をうまく使いこなせたことは、サンタマリアデルフヨーレ大聖堂の巨大なレリーフ、キリストの復活、キリストの焦点を見れば明らかである。鉛ガラスのスリップをかけて焼いた粘土の、 光沢のある表面に、建築学的な彫刻にふさわしい美しい色を絵付けした。大聖堂の広く薄暗い空間に活気を与える。この作品にしろ。あるいは、フィレンツェのパッツィケ礼拝堂の荒削りな表面を輝かす。十二使徒の連作にしろ。この材料を使った、ルカのレリーフはそれ以前にもそれ以後にも決して、なしえなかった完全な出来である。ルカは死ぬまでに、 数多くの装飾レリーフ及びアルタピースを作ったが、彼の一族を含む女子たちと一緒に仕事をした。1482年2月、ルカはフィレンツェで亡くなった。ルカは、より古外での耐久性があり、建物の外装に使うのに適したものを作るための土器の釉薬を開発した。ルカの作品で特に有名なのに、キリスト誕生と聖母子、フィレンツェの サンミニアート協会ポルトガル数期協礼拝道の放浪在庫したテラコッタの天井などがある。同僚であったレオンバッティスター・ルベルティは、ルカの才能は彫刻家のドナテンロ、ロレンツォ・ギベルティ、建築家のフィリッポ・ブルネレスキ、画家のマサッチオに匹敵すると称賛した。ありがとうございます。